お願いします。うちの娘は、2011年の8月に打ちました。まだ任意接種でした。地域は横浜で任意接種なんですが、今の定期接種と同じようにかなり強い推進がされていて、市の広報でも宣伝されていて、早く打つようにっていうような広報もありました。で、周りがみんなどん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 打っていく中、うちもじゃあ打たないといけないのかなというような感じになってしまって、2011年からの8月15日から、半年にかけて3回打ちました。3回目打つ頃からどん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 なんか関節が痛いっていうようなことを言ってたんですが、運動をしていたのでその運動のせいだとずっと思っていました。で、去年の11月になって初めてこういった、これちょうどうちの娘の映像ですね。足がもう勝手に動いちゃうんですね。でさっきのお嬢さんのように寝ている時に体がこうビチビチと跳ねるようになっていて、でおかしいって、そこで初めて娘の異常に気がつきました。で、いくつもいくつも病院を回っていくと、どこも異常がないということで精神科に行ってくださいっていうことで言われてしまうんですが、症状はどん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 進行していって、寝ている時だけ起きていたものが日中も今度不随運動が起きるようになってしまって、でそのうちにその不随運動が1日だけではなく2日間続いたり3日間続いたりっていうような状態で、もう学校にもなかなか行けなくなってきていました。で、原因が分からずに納得いかなくって、いくつものいくつもの病院を回って歩くと最終的にはやっぱり精神科っていうふうに言われていたんですが、同じようなこう発作を起こしているお嬢さんの動画を見て、うちの子もやっぱりワクチンを打っていたんだっていうことで、そこで初めてワクチンの影響であるじゃないかっていうことに気がつきました。で、他のお嬢さん方とも会ってみると、やはり皆さん同じような状態で、娘は、ああ私だけじゃなかったんだ、やっぱり私もワクチンの影響だったんだっていうふうに。これも娘の手の映像ですね。右手が震えてるのを左手で自分で押さえてるんですね。はい、押さえても押さえてももう抑えきれなくて、勝手にもう本当に体が動いてしまう。でこういった発作が突然起こってきます。光の刺激でも急に体が動いて不随運動が起きてしまったり、音とか、ちょっとした刺激でこういった発作が起きてきたり、何も刺激がないのに突然歩くことも困難なほどの不随運動が出たりっていうことで、いつこういった発作が起きるかわからないような状態に今はなっています。で、原因を解明したい、どうしてこうなってしまうのかっていうことで、あまりこのワクチンの問題に取り組んでくれる先生がいない中、やっと見つけた先生がちょっとマクロファージ性筋膜炎という A 型肝炎とか B 型肝炎のワクチン接種後にも起こっている症状と似ているんじゃないかということで、筋生検といってワクチンを打った箇所ですね、そこがいまだにもう2年以上経っていてもしこりが残っていて痛みがあるので、そこに何かあるのかもしれないということで筋生検ということで筋肉組織をその部分を取りまして、それで今検査に出している段階です。今のところまだその細胞とか血液皮膚すべて検体として提供しているんですが、まだ何もそこからは出ていない状態です。で、多くの子どもたちが何か自分たちにできることがあるんではないかということで、いろいろな医療機関にかかって、研究してほしい、解明してほしいということを訴えてはいるんですが、やはりどうしても精神的なものということで言われてしまっていて、なかなか進まない状態にあります。はい、大変痛ましい映像を、お見せすることになっているわけですけれども、これ、現実なわけですね。で、今日ここまで 1,2,3 のコーナーでお話ししてきた、国の政策の誤りといいますかね、国策で、一方の方向に強引に持っていく、その先が戦争であったり、あるいは大企業優先の政策であったりする、こういう話とこの話は全然違うタイプのお話なのかなと思ってらっしゃる方も多いと思います。ところがそうではない。この事業というものを製薬会社の利益のために必要だと、
そのようにですね、推進派の、まあ、医師、御用学者という言葉がですね、原発問題311以降よく言われるようになりましたけれど、まさに御用学者がいて、その御用学者と製薬メーカーと、そして国とか地方自治体がですね、一体となって何が何でもこれを進めるんだ、続けるんだということを言ってるんですよ。驚くべきことに、山田さんの地元神奈川なんですけれども、神奈川は知事さんがですね、わざわざその推進のための諮問会議のようなものをやってるんですけれども、推進派ばっかりの知識人を集めてやってるわけですよね。